今日はねねちゃんの床材交換しました。ねねちゃんは怖がりなので新しいお家タオルの下に隠れてます。やっぱり床材っていうのはちょっと高いんで5日に1回全部交換してるんで、このタオル業務用タオル1枚が一番高くて1枚につき163円、これを2枚使ってます。でキッチンタオルこれが一番安くて、1ロールがたったの73円、それで50枚ずつこれ一番下に、引いてます。そして最初のうちはこんな風にキッチンロール細かくしてたんですけど、これ細かくする作業がめちゃくちゃ大変で4時間ぐらいかかったんですね、1ロールにつき。だからもうこんな風に粉々にしないで1枚ずつこうやってごっそり、もう細かくしないでそのまま一番下に引いちゃうことにしました。その上にこちらの快適マット1キロ1000円ぐらいするんですよね。これを200グラムぐらいこのキッチンタオルの上に引いて、そしてその上にこのタオル2枚ねねちゃんのおうち代わり、そして安心して野菜とかこの上に置いて食べたりしたり、そしておしっこもこの上にしたりするようです。こうすることによって1月の床材3714円になります。あ、ねねちゃん、せっかく顔出してもすぐ隠れます。